させていきます。追い込みました。緩いボールしっかりと見極めました。ファウルボールです。これは変化球。レフト線、これは大きい。切れました。ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。これは高い打球、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。4回終わって2対2、スワローズ同点に追いつきました。5回の表にゲームが進んでいきます。バファローズの攻撃、打席には8番バッター伏見。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。スワローズ同点で迎える5回です。落ちる球を持ってきました。膝元へ持ってきました。ワンボールツーストライクです。インコースを落としました。惜しいですね。いいボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。これが6球目。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。次はピッチャーの打順ですが、先発の山崎がバッターボックスに入ります。まあ、勝ちたいという気持ちを打席でも見せてほしいですね。そうですね。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは抑えておきたい相手でした。ピッチャーにヒットが出ています。さあ、勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには太田。ここはバントも警戒はしておきたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。そのようです。3球目は何で来るか。低めストレート、ストライク。打ちました。痛烈、破りました。センター前。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。打席には2番バッター宗。スワローズ連打でランナーを増やしています。さあ、1打出れば勝ち越しを許してしまうという場面。
ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。変化球打った、高いバウンド、ショートが抑えた、二塁送球、二塁一塁はセーフ、際どいがゲッツーは免れました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。初球ボール、ランナーは走ってきませんでした。アウトコースへいい球が来ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ランナースタート、このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう、最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。いい球ですね。勝ち越しのチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。ストライクになります。これが3球目、この球は外れています。打ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。青木ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックス山田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはスワローズがエースの小川、そしてバファローズが山崎、この2人の投げ合いとなっています。引っ張った宗、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは4番村上、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。打ちました、ファウルになります。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。5回終わって2対2同点です。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏追いつくチャンスを迎えて3番バッター山田、追い込まれてからのタイムリー、スワローズ同点としました。ランナー一塁三塁のチャンス、手を出しますが外野へのフライに終わります。勝ち越しのチャンスを逃します。2回の裏ランナーを二塁に置いて、しかし打ち取られてしまいます。勝ち越すことができません。
3回の表一打勝ち越しのピンチ、迎えるは3番中川、左中間へのタイムリーヒット、スワローズここで勝ち越されます。4回の裏一打同点のチャンス、8番バッター長岡、甘い球をきっちり弾き返しました。スワローズここで追いつきました。5回の表ランナー2人を置いて最後は三振に切って取ります。勝ち越しを許しません。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、打席には4番バッター吉田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。スワローズ同点で迎える6回です。ボールになります。さあ3球目は何か、低め落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライク。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックス杉本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取って2アウトです。打席には6番バッター足立、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球ストライク、これが2球目、変化球が決まりました。ノーボールツーストライクです。高めに大きく外れています。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。2対2同点です。6回の裏スワローズの攻撃、バッターは5番尾花、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、期待しましょう。スワローズ同点で迎える6回の攻撃です。次が3球目、バットに当たりません。三振、ワンアウトです。打順は6番中村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。山崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか、なくなってきたようです。まあやはりだんだんキレがなくなってきている印象ですから、ここはチャンスでしょうね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスには7番サンタナ、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね、ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。ここは中途半端なバッティングでゲッツ、打ちました。取った、二塁へ、セカンドホースアウト。
打順は8番長岡。先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。いやあそこでよく打ってくれましたよね。ここは高めのボール打ちました。左中間へ打球伸びる。吉田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。6回終了2対2同点です。ゲームは7回の表です。7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは紅林。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はハワヤという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。スワローズ同点で迎える7回です。変化球がインコースに決まります。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。